皆さん、こんにちは。数多くの映画やテレビドラマに出演し、俳優として活躍している佐藤浩市さん。その高い演技力で、長年にわたって多くのファンを魅了し続けています。そんな佐藤浩市さんですが、不倫、離婚、そして再婚を経験するなど、波乱万丈な私生活が話題になっています。さらに最近では、激痩せ、病気なの、と、佐藤浩市さんの体調を心配する声も上がっています。そこで今回は、佐藤浩市さんの不倫、離婚、再婚について、また最近話題になっている激痩せや、病気の噂について紹介していきます。佐藤浩市さんは、1960年12月10日に東京都新宿区で生まれました。父親は俳優の三國連太郎さんです。三國連太郎さんは4回の結婚を経験していて、佐藤浩市さんは3人目の結婚相手の子供です。三國さんは後に当時の結婚生活を、下宿生活に女がついてきたと語っているほどのプレイボーイで、ほとんど家にいなかったため、佐藤さんはお父さんと生活を共有しているという意識はほとんどなかったそうです。またもともと芸者だったお母さんも知り合いが多く、お酒もよく飲んでいたことから、夜は家を空けることが多かったため、佐藤さんは家で一人で過ごすことが多かったそうです。かといって佐藤さんは人がいないと生きていけないというタイプの子供ではなく、そのような環境に慣れ親しんでしまったせいか、時々お父さんがふらっと家に戻ってきてご飯を一緒に食べることが逆にすごく苦痛でたまらなかったそうです。そんな家庭環境で育っていた佐藤さんですが、1972年佐藤さんが小学5年生の時には、ついにお父さんが家庭を捨てて家を出てしまい、佐藤さんが中学に上がる前には財産のほとんどをお母さんに渡して正式に離婚してしまいます。そしてお父さんに伊豆の十石峠に連れて行かれると、これが君との最後の別れだ、君はお袋のところへ帰れ、僕は放浪生活を始めるから、ここでお前と別れる、今日から他人になる、一切関係を断つ、これから一人で一生懸命生きてくれ、などと言われたのだそうです。以降 A 子さんは生活のためスナックの経営を始め、佐藤さんと二人で暮らし始めたそうですが、佐藤さんが中学生になった頃、店を手伝ってくれる男性と内縁関係となり、三人で暮らすようになると、まだ思春期だった佐藤さんは馴染みのない赤の他人の男と一緒に暮らすことに耐えられず、高校2年生の時に家を飛び出したそうで、それっきり A 子さんと佐藤さんは30年もの間絶縁状態だったそうです。その後佐藤浩市さんは多摩芸術学園映画学科に在籍中の1980年に NHK の続事件で俳優デビューを果たすと、翌年には映画青春の門に出演。この作品で第5回日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞を受賞しました。この受賞によって俳優として生きていくことを決意した佐藤浩市さんは、1983年ひとりぼっちのオリンピックでテレビドラマ初主演、1988年には隠密奥の細道で連続ドラマ初主演を果たしました。さらに1994年には四谷怪談で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞、2000年のホワイトアウト、2003年の壬生義士伝で最優秀助演男優賞を受賞しました。また俳優以外にも2012年4月から2015年3月まで東北芸術工科大学の文芸学科客員教授にも就任していました。そんな佐藤浩市さんですが、私生活では1985年7月24歳の時に元モデルの女性と結婚しました。交際のきっかけは佐藤浩市さんの一目惚れだったそうで、その後交際がスタートし、お相手の妊娠が発覚したことから結婚することになったそうです。そして1985年9月には息子が誕生。しかし1989年2人は離婚してしまいます。離婚の原因となったのは佐藤浩市さんの不倫でした。不倫相手は女優として活躍していた手塚さとみさんです。佐藤浩市さんと手塚さとみさんの不倫が発覚したのは、なんと佐藤浩市さんが結婚してから
10ヶ月後のことでした。もちろん息子も誕生していましたが、佐藤浩一さんは家を出て行ってしまったそうです。この不倫がきっかけで佐藤浩一さんは離婚しました。ちなみに当時独身だった手塚さとみさんはその後真田広之さんと結婚しましたが、夫の不倫が原因で離婚しています。そんな佐藤浩一さんですが、1993年に元女優の広田彩子さんと再婚しました。広田彩子さんは以前から佐藤浩一さんのファンだったそうで、芸能界に入った理由も佐藤浩一さんに会いたかったからだったようです。そのため広田彩子さんから佐藤浩一さんにアプローチしたのではないかと言われています。そんな2人ですが、2015年6月20日に映画愛を摘む人の舞台挨拶の際、広田彩子さんから佐藤浩一さんに向けた手紙が公開され、大きな話題になりました。その手紙によると、広田彩子さんはこの映画を3回見て、もし自分が夫よりも先に旅立つことになったらと考え、客席で何度も号泣し、佐藤浩一さんとの結婚当時のことを思い出していたそうです。当時広田彩子さんは病弱のため、佐藤浩一さんから芸能界引退を勧められたことを明かしました。結婚した当初、体があまり丈夫でない私は、自分が死んだら保険金で好きな映画を作ってねとあなたに言ったことがありました。もちろん当時はまだ若く、死という存在が遠くにありました。でも自分が浩一さんよりも先に行ってしまうような気がしたのは本当です。さらに手紙の最後には、23年前に浩一さんからいただいたお手紙にあった、僕は一生あなたの味方ですという言葉を今も忘れません。私の一番の味方は浩一さんです。だからどんな困難も乗り越えていけます。これからも家族でいろんな形の愛を積み上げて、たくさんの笑顔につなげていきましょうね。また映画についても一人でも多くの方に見ていただいて、もう一度大切な方との人生を見つめ直す一つのきっかけになるといいなと思います。浩一さん、私は浩一さんを一人にしないように、浩一さんよりも一日でも長く生きることを約束しますと綴られていました。この手紙に佐藤浩一さんは舞台挨拶中にもかかわらず思わず男泣き、それほど二人は深い絆で結ばれているのでしょう。佐藤浩一さんは母である英子さんを自宅で介護することになったのですが、その際も広田彩子さんは文句の一つも言わなかったことが明かされています。2008年7月、英子さんが脳梗塞で倒れ都内の病院に入院されると、同年12月には内縁の夫も他界。その後英子さんは脳梗塞の後遺症からか認知症を患うと、その症状は急速に悪化したそうで、佐藤さんがいつ頃英子さんと再会したのかは不明ですが、そんな英子さんの状態を知った佐藤さんは奥さんと相談の上、英子さんを自宅に引き取って面倒を見ることにされたのだそうです。そして2008年末、佐藤さんは英子さんを退院させ自宅に引き取られているのですが、親の介護が原因で家庭内に不和が生じるケースが多い中、奥さんも子供も一切文句を言うことはなかったそうです。2011年5月には英子さんのためにエレベーターを設置するほか、車椅子で移動できるようスロープも完備するなど、バリアフリーの設計で都内に地下1階地上3階建ての豪邸を建てられたのだそうです。奥さんである広田さんも協力的だったそうですが、お子さんも同じぐらい協力的だったといいます。広田さんと佐藤浩一さんの間には息子が一人誕生しているのですが、その息子さんというのが現在俳優として活動している寛一郎さんです。寛一郎さんは2013年、おじいさん佐藤さんのお父さんである三國連太郎さんのお葬式で初めて公の場に姿を現し、そのイケメンぶりがネット上で大きな話題となっていたのですが、その頃業界関係者にスカウトされたそうで、2017年、映画心が叫びたがってるんだで俳優デビュー。そして同年、その後出演した映画波屋雑貨店の奇跡での演技が評価され、いきなり第27回日本映画批評家大賞の
新人賞を受賞すると、翌年の2018年にはキクとギロチンで第92回キネマ旬報ベスト10新人男優賞、第33回高崎映画祭最優秀新進俳優賞、第28回日本映画批評家大賞助演男優賞と立て続けに賞を受賞、俳優としての輝かしいスタートを切ります。そんな寛一郎さんは幼い頃からお父さんに映画の撮影現場に連れられて育ったそうですが、映画は好きだったものの俳優を目指していたわけではなかったそうです。ただやはり自分にとって一番身近な仕事でしたし、自分を見つめ直した時に家族の見方が変わり、徐々に俳優の道に進みました。祖父も父も言葉で何かを教えてくれるということはなかったけれど、作品や背中で見せてくれて、父の作品も全て見ています。好きな作品はノーコメントでお願いしますと、おじいさんとお父さんが映画の世界へと導いてくれたことを明かされています。将来有望な息子さんを持つ佐藤浩市さんですが、最後に現在病気で老けすぎているという噂についてお話しいたします。佐藤浩市さんは最近では激痩せした、病気なのなど体調を心配する声が多く上がっています。佐藤浩市さんが激痩せした理由についてはいくつかの噂があるようです。一つ目はがんによる影響です。ネットで佐藤浩市と検索するとがんというキーワードが出てきます。このことから佐藤浩市さんががんを患っていると思った方が多くいたようですが、実際はデマの可能性が高いようです。実際2020年3月の週刊文春の中で佐藤浩市さんは大腸ポリープの除去手術を受けたこと、そのためにトータルで1週間くらい絶食していたことを明かしていました。この影響から5キロほど体重が落ちてしまったそうです。また佐藤浩市さんは2023年現在もテレビ映画で活躍していますので、急激に痩せた原因はがんなどの大きな病気とは考えにくいようです。実際佐藤浩市さんは芸能界屈指のゴルフ好きとしても有名で、現在でも大会に出場したり練習場にも頻繁に顔を出しているようなので、現在は回復し元気に過ごしているようです。2つ目は年齢によるものです。1960年12月10日生まれの佐藤浩市さんは2024年現在で63歳です。そのため老けて見えるようになったことから激痩せと噂されるようになったのではないかと考えられます。3つ目の理由は役作りのためです。佐藤浩市さんは2020年に出演した映画で老ボクサー役を演じました。その際に体重をかなり絞ったので頬がこけ老けた印象が強くなりました。また2020年12月に放送されたぴったんこカンカンの中で2020年3月くらいに激痩せして心配の声が上がっていたことを質問された佐藤浩市さんは、自身が痩せた理由についてこのように説明しました。いろいろ心配されたんですけど、その時大腸ポリープがあったので取ったのと、それと前後してアニサキスに当たってかなり食が落ちていた時に、本当は秋に入るはずで元ウェルター級だけど現役時代とほとんど変わらない老ボクサー役の映画があった、64キロリミットってどのくらいだろうなと思って、そこまで落としたらあのくらいになった。このようなことから佐藤浩市さんが激痩せした原因は大腸ポリープ除去、アニサキス、加齢、役作りが原因のようなので、今のところ大きな病気の心配はないようです。今回は佐藤浩市さんの不倫、離婚、再婚について、また最近話題になっている激痩せや病気の噂について紹介してきました。私生活では不倫、離婚、再婚を経験してきた佐藤浩市さんですが、現在は廣田綾子さんと共に幸せに暮らしているようです。またがんという噂もあるようでしたが、そのような事実はなく、現在も元気に過ごされているようで安心しました。佐藤浩市さんのこれからの活躍も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。